見たい車は何でした？ワングラーもかっこいい。俺、俺はね、ダッチのチャレンジャーが見たいんですよね。ダッチのチャレンジャー見たいんですけど、見たいだけですからね、言ってもダッチのチャレンジャーがちょっと欲しいんです、うん、欲しいっていうか、まあ、見たいんです、まずは欲しいんですけど、見たいんです。ありますか？じゃあもちろんでございます。ちょっと、あの旧車なんですか？かっこいいな。古い、だいぶ古いですよ、60年代ぐらいですか？65年ぐらいです。そうですね、だいぶ古い。渋これは所有してる方がいるってことですね。これ今もフルレストア中ですか？そうです、これうちの代表が好きで持ってる車で。あ、そうなんだ、はい、いやこれすごいね。いや欲しいよね、こういう車ね。いや本当はこういうのが一番欲しいよ、おもちゃね。こういうなんつうの、旧車が一番欲しいけど、旧車ってやっぱりね、お金かかるし。かっこいい、これすごいね。いやちょっとすごい、すいません寄り道して。すいません。うわやば、やばうわー懐かしい。うわ懐かしい、これだった。うわー R32 だ、これだった。はいはい、3000キロのワンオーナーです。ワンオーナーなんですか？めっちゃ綺麗。そうですね、ずっと乗ってたんですか？ずっと、もう保管されてて、うわこんな綺麗なんだ。めちゃくちゃ懐かしいっす、絶対出てこないよ。イニシャル D のね、あいつなんだか、なんとか悟が乗ってたやつ見て、翔平、スピーカー、ケンウッド。うわ、ほんとだ、ケンウッドだ、いいね、この感じ。うわ、かっこいい。ステッカーとかも当時そのままの状態で。あはぁ、そうなんですね、はい、GTR だよね、綺麗。これ高いよ、これこれ、今どれぐらいプレネついちゃってるってことですよね。シャトルですよね。そうですよね、これすごいよ、これ中も綺麗ですね。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね、この方は。映画は抜群だと思います、ね、ですよね、はい。ちょっと開けさせてもらっていいですか？もちろんで、今ちょっとこのまま開いてるので開けていただきます。 OK にスタート。この感じも懐かしいです、このなんかこれも。うわ、綺麗。うわー、うわ懐かしい。あ、本当だ、はい、この匂いだった。いいですか？あ、でもやっぱこんな低いんだ、スカイラインって。うん、 GTR やっぱ。うわー、すごい、かっこいいね。すごい広いですね、はい、あ、マニュアルで。はい、そうです。いや、まあ、マニュアルっしょ、最高じゃん。これ、うわ、ステアリングも純正で。全部純正ってことですよね。はい、フルオリジナルで。うわ、それがすごいんですよね。これは高いよ。これ欲しい人もうたまんないじゃないですか。これすごいよ、多分マニアの方に。いや、ブクッと刺さるようなお車でございます、はい、しかもカセットでね、はい、うわ、ほんとや。いや、このノーマルでここまで綺麗に残ってるってなかなかないね。これガンメタがいいね、ガンメタのカラーが。で、このカラーって、うん、しかもなんかこう象徴的なカラーですね、うん、当時のスカイラインの、3-2の、はい、3-2のこの象徴的なこの目がかっこいいのよね。いや、この頃のやっぱ日産車かっけえな。かっけえ、スパッとしてね。え、こっちにする？いやいや、だからえ、ご販売させていただいて。これもう、いやいやいや、これもう相当な値段する。これおいくらなんですか？相当な値段する。2100万円。そうですよね。まあそうですよね。それはするよ。それはそうですよね。プレネつきまく、この状態だよ、うん、これはもうこんな綺麗なのないよ。でも逆にもこれ下がんないですよ、価値は。まあね、下がることはない。うん、確かにそうだよ、うん、お前が買えよ。お前、俺にばっか買わせるとして。お前あるでしょ、だからないって言ってんだから。コルベットあるよ。コルベットね、かっこいいね。コルベットもかっこいいな。うわ、すごいね。おあ、これほら、あ、ダッチじゃないこれ。ちょっと雨に濡れてしまったんですけれども、はい、チャージャーでございます。チャージャー、こっちはチャージャーなんですね。うん、これでチャージャー、4ドアのチャージャー、うん、あんまチャージャーってないんですか、やっぱり。そうですね、国内チャレンジャーよりも数は少ないかと思います。やっぱそうなんですね。へえ、これは翔平だいぶ見て、こんな薄いだよ、こんな薄いだよ。いや、すごい、これ分厚い。これこれ21ぐらいですかね。これ20インチです、ね、20インチ。あ、20なんだ。20インチでもこの厚さがすごいね、これ。え、そんなんできるんですか？え、エンジンスターターという機能が。トランスフォーマーじゃないですか。うわー、遠隔でこういった形でエンジンをかけていただきます。すげえ、アメリカっぽいな。ちょっと乗させていただきます。すいません、ちょっと、うわー、かっけー、広い。いい、この俺が乗ってもこんなに広いんだから。いいね。あ、いい、いいね、このごつさ、かっこいいね。これハンドルいいですよね、これ。ハンドルいいよね、スポーツの感じがね。いやー、あ、アナログなんだここ。ね、ここがかっこいい。かっこいい、針なのがいい。ちょっとエンジン音聞いてもいいですか？もちろんでございます。
あちゃ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 あち
いやかっこええな、もうちょかっこええな、もう気持ちいい。これってもっと下げれるんですか、これ実際これがもう限界ですか、はい、ローダウンすることはってことで、あやっぱできるんですね。いやそう下げれるんじゃない、はい、もう多分もうビタビタよ、ローダウンすると大変ですよね、よりかっこいいですよ ね、 ね、じゃあちょっとチャレンジャー、はい、チャレンジャーも見に行きます。そう、もう一個の店舗の方までご案内させていただきます、はいはい、よかったらこちらに。うわすごい、いいんですかこれ、うわーい、うちがちょっとヤードが2つあって。あそうなんですか、なるほど、ご足労いただくのがやっぱりお手間かと思い、うんうんうん、こちらを、はいはい、すげえ、うわー、うわーでかっ、いやいや、うわ何あれ、うわアロハマ、すごい、うわ来た、うわかっこいい、何あれ、かっこいい、1台売り切れてる、うわーうわめっちゃあるやん、かっこいい、これこれやばくない、これこれやば、これやべーぞ、やばこれ、何これ、これ漫画じゃん、これはマッドマックスやなあ、マジで、うわこれ幅どんぐらいあるんだろう、ビッタビタ、もう走れない、ビッタビタ、走れないでしょ、よくこんな砂利道入れるなと思って、ね、いやこのビッタビタのオーバーフェンダー、これうわすごっ、うわ本当だ、ここフロント開けてこれ見えるようになってる、これちょっとやりすぎっすね、えこれは何ですか、これ売ってるの、もともとベースが通常のヘルキャットのチャレンジャーがベースなんですけど、はいはいはい、あの LA 発のバッドスピード LA というカスタムメーカーのエアロパーツをふんだんに、はあ、使わせていただいた、もうコンプリート車ですね、はあ、かっこいいけどそれやっぱチャレンジャーのイメージだとこう2つ穴開いてるイメージだったんですけど、はい、そうですね、ここはもうこう穴開いてるんですよ全部こう、はい、見てくださいこれ大人がやることじゃないでしょこれ、いやすごいよこんなことします、あれじゃない、あの茹で卵をこうって切るやつ、いやじゃあ綺麗になどんだけ茹で卵があるんだよ、うわちょっとなんかそうなると、チャージャー乗るならやりたいよね、案件とかたくさんやって何案件とかだ、いやいや翔平が持ってきて、うわうわいや引く、うわ引く、個室の座敷より低いですよ、えもう床もう地面やろ、地面座ってるじゃん、うわうわ腰やっちゃう、うわすげえなこれ、これでいいですか、うんうん、あれこれも行きます、これでうすげえ音、ナイスサウンド、このメーターかっこいいね、かっこいい、いい音、これもうレース使用車じゃん、ねこれもうレース出れるやつじゃん、先ほどのリモコンをはいこれをいただくと、はい、こちらで失礼します、お願いします、あら変わった、住宅街だったりとか、はいはいはい、へえ、あ本当だ、静か、はいの時にはこういった形で静かに、そんなんできるんや、街中に出たら、はい、これで組んでいただくと、わい素晴らしい、これ何なんですか、これはこのこのなんかウエルさん、このエアーテックっていうのはエアサスペンションのスイッチになりますので、なるほどなるほど、はい、そちらのリモコンから車高の上げ下げが可能、なるほどなるほど、はあ、いいわ、合ってる、似合ってるよ、マッドカーだよこれもう、いやマジでマッドカー、もうマッドブレイクこれおいくらですか、おいくらですか、こちらがですね、はい、1749万円、あら2000万切る、はい、あ、そう、あ、そうじゃねえよいやいや、すごいお安いですけど、こんだけなってて、すごいね、いや、すごい、これはもう、かぁ、20インチか、はい、なるほどね、いや、ここがすごいですよ、幅がすごいですよ、ここが、ね、奥行きがこんな、ディープリムよ、これ、本当にディープすぎるんだよね、ディープすぎるよ、いや、ちょっとこれハムスターここで帰る、もう家で買ってやるやん、ね、相当早いぞ、ね、ハムスターそれこっちがまあ普通のノーマルの、はい、お車という形です、ね、いやノーマルじゃないでしょこれもう、一応こちらが今現状のトップグレードジェイルブレイクという、はあはあ、日本語で脱獄という意味合いです、脱獄ジェイルブレイク、あいいね、いいよね、やっぱ中二感があっていい、いいうわーかっこいい、やっぱツードアでねこれ、うわーえこれえ2300万するの高っ、でもなんかこれでもこれワイルドスピードで使ったやつみたいな、ね、これ何なんですか、映画で使ったみたいな、これも先ほどご説明させていただいたお車のジェイルブレイクというはい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 、このカラーリングがサブライムというカラーリングのお車ですね、はいはいはい、純正でこのカラーなんですか、
ポしてるってことですね。塗ったわけではなくて、ラッピングもしてないですね。そうなんや。でこっちがいわゆる通称ナローボディという、ああなるほど、フェンダーがついてない。はい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 、こちらが大体10センチぐらい。いや、ついてないともうダメだ、ついてないの見るとダメだ、もう全然いいと思えなくなっちゃったね。ぐわー、でも結構押しますね。でもやっぱ人気あるのは売れてるばっか。はあ、これいいなこれ。さあということで、どれを今日買うんですか。今日お前トンネルさんじゃねえんだから、お前トンネルさんがやるやつじゃん、それやめてよ。でも買わないと、もういやいや買えないよ、いきなり。お前いきなり買うやついないだろ。ちょっとこの中なんかちょっと試乗とかさせていただける。いや怖いな。試乗、試乗すんの。ちょっと待ってよ、ガレージの方に。はい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 、試乗したらもうダメだろあっ、うわかっけー、うわかっけー、うわかっこいい、うわかっこいい、黒、真っ黒、艶出しの。うわーかっこよすぎない、ちょっとこれ。マットブラックではなく、あえて艶のある。はいね、いや、艶があった方がいい。かっけー、いやーかっこいい、これ。いや、これホイールがこの艶なしでね、かっけー。いやー、なんだこれ。いやー、すごい。うわ、後ろかっこいい、全部。そうなんですね、ブラックアウトしてるんですね。はい、かっこいい、今流行りですもんね。どの車もやっぱブラックアウトさせてかっこいいっていうか、こうつるっと一色にするみたいなね。え、これの乗らせてもらっていいですか。試乗できるんですか。くうわ、かっこいい、これね、めっちゃいいぜこれ。何、めっちゃ似合ってるよ、こんなん。めっちゃ似合ってるよ、もうこんなんさ。うん、これマッドにしか乗れないよ、これお前、お前なんで変に乗せんな、変に。いや、すごいよ。うおー、すげー、すごい音、かっこいいな。いや、これぐらいやっぱちょっと凶悪な音のさ、ワイルドスピード感が、ね、すいません、ちょっと怖いな、ちょっと怖いちょっと怖いって。頼むよ。馬力も717馬力ある710でございますので、あの踏みすぎてしまうと本当にこうお尻が滑ってとかもあるので。うわ、そんな、はい、そう、はい、怖い情報でした本当にちょっとこのなんかこれぐるっと一周していきましょうよ、ドライブね今。うん、もうアクセル踏まないですよ、この辺は。 うわーすごいこっちだって、こっから出る。うわ、いかつ、こんなもん。これ飛び出したらみんな止まるんじゃない。これ、いやいや、やだよ、怖いよジェイルブレイクしてないよ、俺は本当のジェイルブレイクした。いやいや、もうマッドブレイク、マッドブレイクです、マッドブレイクで行こうよ。いや、これマジでかっこいいわ。ダメだこれ、かっこよすぎ、かっこいいわ。ちょっとこれは憧れるね。どうぞ。はい、行ってきます。はい、いや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 、気をつけてね、もうゆっくりよ。はい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 、もう50キロ。いや、もう制限速度ですけど、もう制限速度なんですけど、めちゃめちゃもう制限速度の倍出てるぐらいな、いや、速さがすごい、制限速度に行くまでの。これすごいね、これ。いや、これえぐいね、これもう、もう1回しか踏んでないよ、俺アクセルもう怖くて。あ、もう制限速度、はい、うもうほんとちょっとしか踏んでませんやっぱでも音がさ、かっこよすぎるな。かっこいいよ、これ。こんなもん、お前まだ何速だこれ、多分2速か3速ぐらいしか行ってないぞ。クソ、欲しい持って帰りたい持って帰ろうよ、これもう。持って帰りたいけど、持って帰ろうよ、これ。こんなお前、もうお前何やってんのってなるよ。持って帰りましょうよ。何やってんの。いいよ、もう何やってんのよ、だよ。何やってんのよが一番いいよ。やばいぞ、翔平、これどうすんだよ。買ってくれよ、俺に、翔平
頼む、一生奴隷になる。買えばいいじゃん。そんな金ない。いや、あるだろうよ。ないんだよ。あるだろうよ。チョコプラじゃねえんだよ、俺らは。デイデイ、デイデイの儲けてるデイデイ。デイデイ、デイデイマネージャーとか。デイデイマネ、デイデイカーにすればいいじゃん、俺。デイデイカー、こんな。こんな音で朝から来られたら迷惑でしょ。ダッチの J で、ダッチの D で、ダッチの D ダッチの D じゃないんだよ。ダッチの D いい加減してくれよ、本当に。買ってくれよ、しょうがない。頼む。これ向こう行こう、ちょっと。 OK、分かった。え、回らなくていいってこと？うん、もうちょっと、もうちょっと行っちゃおう。ストレート行く？うん、もうちょっと行っちゃおう。俺盗んだやつみたいになって。ジェイルブレイクしない？俺大丈夫？誰もいない。いい。音最高じゃん。最高。音最高かよ、おい。最高よ、これ。音最高じゃねえか、お前。うわ、いいね。いや、いいね。はぁだわ。お前、俺のよ、俺はまださ、頭で聞いてくれてないけど、俺が言おうと思った予算、分かってるよ、お前。500万以内だよ、以下よ。500万でも辛い。本当は300以下。いやいやいや、でもさ、もうちょっとまっすぐ行く。もうちょっとまっすぐ。まっすぐ行けばもう、まっすぐ帰ってくる。なんか、これあいつずっと乗るな、みたいなさ、友達のやつずっと乗るやつみたいな。いやいや、いいよ、いいよ、別に。恥ずかしいじゃん。くぅ。いや、でもだいぶワイドだね。いやー、そうね。これ、道幅はまあ、これ左ハンドルだからさ、左寄せやすいからそんなことないけど、右はもうカツカツでしょ。これ、すごいよ、これ。いいよ、これ。目立つね。目立つね、これ。うわ、むちゃくちゃかっこいいじゃん。なにこれ。いや、最高。これ、やばいね。ちょっと、どっか、なんか、あ、このお店屋さん入ったら、ちょうどガラスで反射して自分の顔が見えるのに。いや、だからさ、いや、これ、いいな。これ、外から見たいね、これ。見たい、自分がどうの、何乗ってんのか。いや、めっちゃ似合ってたよ。これどうしよっか。めっちゃ似合ってたよ。どっかで U ターンするの。帰り方わかんないでしょ。どっから U ターンするの。いや、簡単に言うなって、お前。こんなどでかい2メーター超えの幅のさ、お前。やっぱちょっと窓開けて、ちょっと窓開けて、こう外のね、いいですね、これ。うわー、サウンド、うわ、かっこいいな。これ一応あれでもできるんだね、この。あー、これはむしろマニュアルみたいに、パドル、そうそう、なんていうんだけどね、うん、一応ついてるよね、うん、いいね。乗り心地悪くない。全然全然悪くない。後ろの人はね、もうほぼ乗らないと思って、まあ、あれですけど、まあ、3人だね。真ん中に一緒に乗ればそんな狭く感じないぐらいで。いや、全然乗り心地いいよ、まあ、なんかもうちょっとなんか振動とか来るのかな、まあ、全然来ない。全然来ないね。なんかね、張り付いてる感じですよね、やっぱピタッと。そう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 、スポーツカー特有のあの地面に張り付いてるっていう。そうそう。いや、これどうしようこれマジで。クソ欲しいじゃん、こんなん乗ったら。お前ふざけんなよ。俺はさ、もうちょっとさ、中古でマジで本当に80万ぐらいのボロボロの中古を直してって、いろんな人にパーツもらったりとかやろうと思ったの。いいいいいい。お前いきなりなんだ、1000万超えを見せてもやるって。お前これさ、1000万の仕事してるもんだって。ジェイルブレイクで、ジェイルブレイクしないって。ジェイルブレイクで行こうよ、もう。お前、俺がこのままジェイルブレイクするしかないよ、これ。すごい、何ここ、もうすごい。どういうハンドル、これ。どこ持ちゃいいの、これ。かっこいいね、この。セイントセイヤのクロスみたいになってるよ、お前。これで六本木流したら、もうワイルドスピードだよ。いいよ、本当に。いや、あれでしょ、スクランブル交差点でしょ、あれ。ワイルドスピード3のさあ、2だっけ、やっぱ日本機のやつ。フェラーリとかランボより、やっぱこっちのやっぱイカチーム、やっぱりなんかそうなのよ、高級車にはない、その、いい意味でのヒントがさ、ね、やんちゃな感じがね、大味、大味な、このいい、もう本当に褒め言葉ですよ。最高の大味。ステーキ、そうそうそう、ステーキ丸焼きみたい。ステーキに塩とコショウ。塩とコショウのみ。下品。いや、もうバーベキューソースのみ。もうベラーたのみ、それだけ。結局それがうまいし、うん、でしょ。いや、俺は全然こっちの方が好きだね。いいね、いいね、いいね。これ入れ、これ入らせてもらって。うわー、かっけー。いいね。今こんなすごい音出してて、うん、42キロしか出てない。そうかわいそうだわ、ごめんな。ね、宝の持ち腐れだ。アウトバーン行きたいよな。アウトバーン行ってみたい ね。アウトバーンいつか行く、このチャンネルで。行こうよ。
なあ、あれどんなもんなんだろう。だっていやそれあれ違法になんないの、俺らが海外に行ってアウトバック取る。いやなんないなんないなんない、国際免許取る。うん、いややっぱもちろんさバイクも好きだけどやっぱ車よね。車なんでなんかギュンギュンやってみたい。やっぱバイクはほら俺ら売れてない頃乗ってたじゃない、移動用に。だそのイメージがついちゃってるからやっぱなんか楽しむものと思えないよね。いやいいですよ、車はいいよ。いや絵になるね、絵になるね、これはさ、ね、おあ懐かしい、懐かしいね。いやこれもうさ、旬かわいい車買ってねえんだ、こういうのも買えよ。あいつも無理よ、あいつは。あいつも興味ねえもんな車、うん、あいつも興味ないもん。ただでさ1台あるのにいらねえだろってなってんだから。いやいや、それは、ね、違うじゃん。もうまあね、うん、こうやっぱ趣味の車としてさ。まあそうね、まあめちゃくちゃいいよ。あもうまあ正直もうこれ買って帰ってくれよ。いやこれ、ね、いやいいよ、これ現場行くの楽しいよ。これお前目立つよ、楽しいよこれ。これお前これで日テレ入っていって、すいません。あら最高、あら最高。はい、いいんじゃないここで、これに止めとくか。うん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 、いいいい、めちゃくちゃ欲しいです。買いということで、買っちゃえばいいじゃんこんなの。もうこんなのもうじゃない、いやこれ買っちゃったらそっから仕事頑張ろうって。このちょっともうここでちょっと商談するということで、必ず何かしら買います。私もあ買う、絶対にこのチャンネル。そりゃそうよ、じゃあもう買おうよ。いや買うんだからもう、それで早い方がいいじゃんそんなもん。いやいいけど、なんでそんな